ング場の方は現在タッグマッチ4人の選手がリングの中に入りました。ガイディングチームボビー・ダンカン、そしてボブ・レムスの大型コンビ、日本チームの方はジャンボ・鶴田、そしてアントン・ヘイシンクのタッグチーム、入念なボディチェックが行われました。レフリーはジョー・樋口であります。さて先陣を切るのは日本の若い星ジャンボ・鶴田登場いたしまして、相手はボブ・レムスであります。さあ山田さん、この試合は30分の一本勝負なんですけれども、短期決戦というような感じがいたしますけれども、勝負の見どころはどんなところでしょう。そうですね、やはり両チームとも大変に大型であると、まあ、現代 の、 プロレスファンの好みからいけばですね、はい、こういった大型のダイナミックなタッグマッチの攻防戦というのは非常に受けてますね。そうですね、日本チームはジャンボ鶴田からアントン・ヘイシンクにタッチが行われまして、早くも耐え固めに入りました。アントン・ヘイシンクであります。ヘイシンクは早いですね、抑え込みがね。そうですね、まあ、あの一発じゃちょっと決まるのは無理ですよね、はい、非常に焦ってますね。このシリーズはジャイアント馬場のタグコンビでちょっと一抹の不満を残しておりますこのアントン・ヘイシンクでありますが、だんだん試合を重ねるごとにジャイアント馬場選手のアドバイスが分かってきたような感じがあります。今直ちに技を打っておいてすぐにカバーに入ってホールに行くというようなことは、再三再四ジャイアント馬場が言ってたことですよね。そうですね、まあ、非常にね、注意をしていることをまた守り始めるようになったんですね。そうですね、足を取っての組み固めジャンボ鶴田であります。今日はアントン・ヘイシンクのパートナーはジャンボ鶴田、ともにアマチュア出身、その点でジャイアント馬場選手とは違ったような感じがあるかもしれません。なかなかね、今のジャンボ怪力ですね。怪力ですね、最近はね、怪力そしてラフファイト、いわゆる単なるテクニシャンから大きく脱皮しようという兆しが見えますね、はい、そうですね、132キロを軽々と持ち上げましたジャンボ鶴田であります。ジャンボのウェイトは115キロ、日本チームはトータルウェイト255キロのタッグチームであります。外人組はトータルウェイト247であります。あっとジャンボ鶴田の額が切れました。早くも切れました。そうですね、フリッツ・フォン・エルックに重傷を負わせました。額の傷早くも切れました。鮮血であります。額に絆創膏を貼っていたんですけれども、もうそんなものではもう止まりませんからね。そうですね、あの長野大会で試合の後すぐに救急車で運ばれまして2針縫いました。ジャンボ鶴田の額が真っ二つに切れました。激しい出血になりそうです。深い傷ですからね。ガイディングチームはボビー・ダンカン登場いたしました。金髪の人間戦車、血を吹いたところに思い切ってパンチを浴びせ、そこに噛みつきに行きました。これはたまりません。ボビー・ダンカン大型選手です。力があります。ボビー・ダンカン、あやっぱりもう集中してきたようになってますね。そうですね、やはりこれはね、いい悪い別にしましてね、作戦としては非常にうまいと思うんですね、はい、相手のウィークポイントを徹底して狙うのはプロレスの鉄則ですからね。そうです、ババッ、いやジャンボ鶴田捕まりました。さあこの辺りでアントン・ヘイシンクの助っ人が欲しいところですけれども、今もヨタヨタと出てきました。あの辺りがもう少しスピーディーに出てもらいたいもんであります。さあ頑張ります。ジャンボ鶴田であります。足殺しに行きました。足殺しに行きました。レッグブリーカーに行っております。ジャンボ鶴田両方の足を持って思い切って力いっぱいボストンクラブに入った。逆闇に入りました。力を込めますと額からまた血が吹き出します。ジャンボ鶴田であります。エプロンから場外に出ましたボビー・ダンカン、後ろから足を取ろうとしましたが一瞬フットワークの速いジャンボ鶴田リングの中央に逃れました。エルボースマッシュ一発、これは綺麗に決まりました。顎の先端を捉えておりますジャンボ鶴田。ちょっとここ深追いしない方がいいですね、ははこの辺でね、ヘイシンクに変わるのが作戦としていいと思うんですけど、はい、やはりね、あれだけ流血してるんで、多少エキサイトしてるということですね。流血した額に右の手を乗せまして思い切って額のあたりにクローに行ったんですね今。そうですね、はい、もう一回行きます。馬乗りになってボブ・レムスが額のあたりに両方の手をかけました。あパックリと口を開いておりますジャンボ鶴田の額であります。そこにまた両方の手をかけまして爪でかきむしりました。さらにまた出血がひどくなりました。ジャンボ鶴田であります。山田さん、このシリーズジャンボ鶴田は本当に試練のシリーズですね。そうですね、帰ってくるところロープのリバウンドを利用したエルボー、そしてすかさずカバーに入りましたボブ・レムスです。タグロープをいっぱいに広げましてアントン・ヘイシンクがつなごうというところですが、これ
これはうまくタイミングを外しました。鮮やかに決まった。ボブレムス場外に放り投げられました。腰を打ちましたボブレムス。さて日本チームはジャンボ鶴田からアントン・ヘイシンクにつながれました。若いジャンボ鶴田がアントン・ヘイシンクに行けというような指示を与えております。さあアントン・ヘイシンクこの辺りで頑張りたいところであります。満を持しておりましたアントン・ヘイシンク、パンチを打ちます。パンチを打ちます。左のパンチであります。そして両方の手を足を脇に抱えました。さあリングの中に引きずり戻そうとするアントン・ヘイシンク、力があります。ヘイシンク逆エビの体勢、しかしロープが近い、ロープが近い、リングの中央に持っていってから逆エビに仕掛けたかったアントン・ヘイシンク、段階やってまいりました。あのタイミングですよね、そうですね、フローに行く時のタイミングね、この辺り一つアントン・ヘイシンク見習ってもらいたいところであります。今日はちょっとヘイシンク投げ技少ないですね、そうですね。あとショルダーアタック打ち勝ったアントン・ヘイシンク、さあ立ち上がりというような姿勢を見せました。大きく腰に乗せました。そのままカバーに入るカントワン、あーっとカントワンです、カントワンです。山さん何でしょう。いや今ねせっかく投げないともう少し続けたです。いいですね、いいですね、今のはいいです。ロープのリバウンドを利用して投げておいてスリーパーホールドに入ります。スリーパーホールドに入って今度はグランドレスリング、足をボディシザース、ボディに絡めたいところであります。もう2、3発投げ技が欲しかったですね。あそうですね、やはりねあの投げ技一発だけですとねどうしてもあの単発で終わってしまって、はい、効果がね上がらないですね。なるほど。ですから思い切って 4、5 発立て続けにやっておいてその後寝技に持ち込むというような方法がいいと思いますね。なるほど。さあボブ・ジョブスからボビー・ダンカンにつながれました。大型同士の対決となっております。ロープに吹っ飛ばしておいてカウンターでキックを浴びせました。そして今度は反対にアントン・ヘイシンクにがっちりと太い腕が絡みます。ボビー・ダンカンのスリーパーフォールド入りました。どうやってほどきますか、どうやってほどきますか。左右に動き回ります。アントン・ヘイシンク動きはいいですね。はい、あんまく取りましたね。そうですね、うまく抜けました。いわゆるスリーパーをですね、体を回してですね一回転させて、はい、ハンマーロックから逆にスリーパーに取りましたね。そうですね、この辺りの身のこなしは実にうまいです。はい、正面を向いたところ今度はジャンボ鶴田飛び出してまいりましてトーキック2発ストバックの辺りに打ちました。さあ有利な立場でやります。アントン・ヘイシンクです。フロントからのヘッドロック、大きく腰投げ1番抑え込みに行くか、まだ行きません。相当場内が熱くなっております。選手もエキサイトしております。ちょっと汗が光っておりますが体が滑りますね。そうですね、やはりあの投げ技やる場合こういう風に滑るとやりにくいんですがね、はい、やっぱりあの技のキレがいくらか鈍くなるんでやっぱり数を欲しいです。はい、なるほど。背中からはボブ・レムスが助っ人に行っております。アントン・ヘイシンクの大きな背中にパンチを見舞いました。ダンカンからレムス、ニードロップを見舞います。フロントのヘッドロックであります。余っている手で思い切ってボディを打ち込みますアントン・ヘイシンク。今度はおっとアントン・ヘイシンクのお株を奪うような腰投げに行きましたが足を払いました。アントン・ヘイシンク、そして力任せにボストンクラブです。ダンカン出てきた、ダンカン出てきた、ダンカン出てきた、ダンカン出てまいりました。フライングニーパット、大きな背中に打ち当てました。ここでジャンボ鶴田につなぎます。さあこの辺りでボブ・レムスの動きが完全に止まっております。グロッギー寸前になりました。ボブ・レムスエルボースマッシュ一発見舞いました。体がくの字になります。もう一発強烈なエルボースマッシュ、まあね、ジャンボはあの早いあの時に出血してしまったんでですね、ちょっと力をそがれた感じなんですよね、はい、今日はあの大型チームを相手にしてどういう技で決めるか、まあ大型にスープレックスがねうまく取れるようですね、これはいいんですがね。そうですね、今度はコブラツイストに入りました。ダンカン気がつきません、背中を見ております。ボブレムスにコブラツイストを仕掛けました。ジャンボ鶴田でやります。ジャンボ鶴田コブラツイスト、しかしロープのそばでしたね、ちょっと滑りますね、はい、どうしてももうここ一番の締めが効かんですね、そうですね、フリッツ・ソン・エリックのアイアンクローで切られました。額またまた血が滴れ流れ落ちました。目に入りますね。今度は反対にボブ・レムスが仕掛けます。コブラツイストを仕掛けました。ヘイシンク出てきた。これはいいフォローだ。これはいいフォローです。場内からひときわ大きな拍手が沸き起こりました。今のはいいフォローです。踏み投げ1番。エルボードラップ。これは決まった。素早くカバーに入るジャンボ鶴田。ダンカン飛び出した。
ガンガン飛び出しました。レムスの動きが完全に止まっています。チンロックに行きます、チンロックに行きます。ここ一気に攻めたいところですね、そうですね、首をひねるジャンボ鶴田、そして弱っているボブレムスをアントン・ペーシンクに預けました。力任せに首をひねります。完全にチンロックに入っています。この同じ攻撃を展開するのはいい攻撃ですね。そうですね、非常にこの辺の連携ワークというか、はい、非常にうまいですね、はい、スーッといつの間にかコーナーマットのところにやってまいりました。ボビー・ダンカンに気がつきました。アントン・ヘイシンク、今夜のリングは後ろにも目があるようです。よく気がつきました、アントン・ヘイシンクであります。さあ日本 DA は2人がかりでボブ・レムスをやっつけます。大きくロープに手を置いてのベアハグだ。ベアハグに入ったリングの中央、ロープに逃れることはできない。そしてこれはいい連携プレーです。そのままポストに入る、冷たいところ、ギブアップはまだギブアップしない、ギブアップしません。ボブ・レムス、弾丸飛び出してまいりました。さあ今度はジャンボ・鶴田に預けます。1回ロープに飛ばす、フライング、リーフが決まった。強烈です。顎の先端あるいは顎が砕けたかもしれません。そして人間風車ダブルアームスのグリップ、あー決まった、強引に持っていく、人間風車決まった、前固めに入る、決まりました。アントン・ヘイシンクの上手いフォロー、日本チーム勝ちました。見事な人間風車ジャンボ鶴田決めました。ジャンボ鶴田の、ね、ダブルアームスペックスも見事でした。あれだけの巨体のですね、レムスをものの見事に見せました。その後のヘイシンクのフォロー、これは実に鮮やかでしたね。そうですね、さすがにアマチュア出身のコンビアントン・ヘイシンク、そしてジャンボ鶴田、非常にいい呼吸を見せました。見事な試合でボブ・レムス、ボビー・ダンカン組を打ち破りました。